やばいね。出た。出た。出たの？大丈夫だよね。大丈夫だよね。大丈夫。大丈夫だよね。大丈夫。さっき顔みたいなの映った。マジ？すごい雰囲気ここ。うん。まあ一回だけだけどね。ここね過去2回 100% なんですよ。声聞こえて入ってるんですね。3度目の正直は果たして、もしかしたら。だってこんなところをウォーキングするのもすごいよね。え、やだね。まあでも鍛えてるからな。え、ここウォーキング、あの時って。うん。今はちょっとウォーキングだから。はい、フィンさんこんばんはね。ご無沙汰してますね、ほんとね。うん。ほんと。無理しないようにね。おぉ、めめめ。気をつけて、気をつけて。うん、結構でかい城。マジ？この辺でこの間叫ぶ声が、なんだ、ゴキブリ？なんかゴキブリ？あ、ゴキブリだ。え、ゴキブリ？触覚よ、ほら。あ、ゴキブリじゃん、あれ。違う？触覚あるよ。あ、触覚、あ、ゴキブリじゃない。違う？違う。違うんだ。すごい変な虫。はい、キテさん、こんばんはね。はい、りょうさん、こんばんは。あ、ドレさん、初見さん、こんばんはね。ありがとうございます。当たったの？すごいな。じゃあ、ステッカー買ってくださいよ。それかあと2セットあります、ね、今買ったら、今買ってくれたらおまけにドルダッシュ非売品をプレゼントします。であと2セットあるの？あと2セットあります。おまけがね、あったので。俺は買っちゃまずいんですよ。まあいいですけど、うん、いいや、他の人にあげるよ、うん、あ、何？そう、心霊スポットマイナーね、うん、ここ女性の霊だね、うん、過去2回ともね声が聞こえて虫屋だ、うん、そう、ドルダッシュ非売品ですね。夜間は走らないでください、うん、そう。あ、それマジックさんに送ってあげないと。あ、アゲさん、そうだ、マジックさん、あ、あげたんだっけ？あげてないよね。あげてない、あげてない、ね、今回ね。まだ今回ちょっとあげられなくなっちゃうけどね。あのドルダッシュの白いやつは取っといたけど、ふわさん、こんばんはね。ボロボロです、僕もボロボロからが、うん、なんか結構落としてる。マジ、ハリマさん、うん、落としてんの、うん、ねえ。いや、ここはその女子高生じゃないんですよ。今度行きたいなっていうところが、うん、まあ、あの S 県にあって、うん、結構やばいらしいんですね、うん、その辺りがそのなんか神社があって、そこが呪いの藁人形を打たれた場所で、うん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 、ポップさん、お久しぶりね。どうもね、いらっしゃい。今日も軽めですね。そう、うん、はい、いらっしゃいね。ヨーシンさん、こんばんはね。はい、ありがとうございます。うん、ケツダッシュ、ケツダッシュ、そうね、私、あ、そうだ、マジックさん、さん元気のうちにちょっとできない、あの、またなんか作ってくれませんか。ヨーシンさん、こんばんはね。カナさん、こんばんは。空気重いっていうかね、あ、なんか生あったかいな、うん、涼しいんだけどね、うん、涼しいけどね、うん、うん、なんかね、今日静かだな。クマさん、こんばんはね。やったことあるの、わら人形？やったらやっぱ帰ってくるんだよ、何年後かに。知ってた？忘れた頃に帰ってくるんだよ、うん、自分に、うん、やらない方がいいよ。やだ、やらない方がいいの、うん、わら人形は、わら人形はね、絶対自分に帰ってくるよ、また結局最後には。はい、ネタね、よろしくします。今日静かな。何何何、びっくってる。イモリかヤモリだか知らない。ほらほらほら、どれどれ、そうどそこそこそこ、どこ、俺光って、俺光って、ほら、いっぱいいるよ、ほら、うわ、気持ち悪い。俺こういう、こういうの見ると俺ダメなんだ。だから俺ウォーキングしないんだよ、こういう、もう心霊スポットの場所。ビビりすぎ。こんばんは、ウィクさん、こんばんは。クワガタいそう。ヤモリ、ヤモリにビビっちゃってる。だって可愛いな。だって俺ウォーキングの場所でこう見る。バケツンしたよ、その子。見てからもう、もう、うん、歩くの嫌になっちゃう。そうなの？別にいいじゃん、俺なんか蛇ですよ、目の前に。はい、カコさん、こんばんはね。まあまあだね、ちょっとね。まあでも、練習力全然いいね。なんで、もう仕事復帰なんでね。よろしくお願いしますね。そのためにちょっとね、運動しないといけないから、少しちょっと運動してるの、今。リハビリして。うん、まあ、こんなとこをしない、こんなとこでやるのもよくないんで、くるくるした？これ電波悪いんだよね、ちょっと。あ、電波いいよ。いい？うん。コックリさん、
そう、コックリさんもそのうちやりたいなと思って、ね、コックリさんやるの一回も昔だ誰か動かしてんだろうと思って、うん、そうそう、うん、いいえ誰か動かしてると思います。うん、治った。そう、仕事のためにちょっとね、うん、あのもうすぐしなきゃいけないんで、ね、ちょっと運動しとかないと歩けなくなっちゃうんで、ね、ちょっと雨降ってたから昼間夜以上やってみようと思って、うん、でも俺が倒れたこと困るからちょっと警察の手伝うと思って、うん、そう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 、ちょっと運動してる感じ、ね、そうそう、起きるっぽくないそれ。え？緑だね。緑だね。うん、赤一回だけだな。やっぱりあそこかな。あそこかな。やっぱね。場所的にね。うん、この間はこの辺で聞こえたんだよ。うん、ちょっと向こうが行ってみようね。うん。ヤンボイビーのやだな。そんなビビってるの？うん。はい。チェンチェンさんごめん。コオロギ鳴いてるね。うん。ね。ちょっと戻りますね、さっきの。今日はね、タクシーのあのね、あの、うん、そう、リスナーさんからの情報のね、あの場所に来てます。うん、今んとこね、2階行って2階とも声が聞こえてるんですね。怪奇現象起きてる場所で。あ、本当？うん。今日は今んとこ大丈夫なんだけど、ね、まあちょっと時間早いっていうのもあるけどね、前回もね。時間まだ早いもんね。うん。そう。あ、でもなんかいい感じでか、あの、あの腰のあたりが柔らかくなってるかな。柔らかくなってきた。うん、本当？そう。あ、そうやったらいいけど。うん。やっぱりちょっとこういうとこやっとかないと仕事ね、うん、できなくなっちゃうんで。ね。うん。そう、もうね、電気消してみてください。電気消すの。こんな感じで。ちょっと待ってね、俺も消す。こんな感じ。真っ暗じゃないですか。真っ暗だよね。真っ暗ね。こんな感じ。うん、あ、チャンネル登録ね、ありがとうございます。フリークさんね、フリークさん、どうも。どうすんの、ビビらないね。ビビらないっていうかね、まあ基本的にビビらないんだけど、うん、まあネタ的に、あ、ちょっとビビってあげようかなっていうのはあるよね。そういうのあるよね。俺もそうだもんね。うん、いやいや、ケツさんはだって。いや、俺そうだって、俺もだって。ケツさん。俺もそうだって、おぶわなふりしてるだけ。ヤモリにビビってる。今日はね、あの、ちょっと本当1時間ちょっとぐらいですよね。ケツさん、でも電車の、あの、時間があるから。電車の時間あるんでね、すいません。あ、ちなみによくね、雑誌さんね、雑誌さん、ありがとうございます。また来週ちょっとね、一回できればねって感じで、ちょっと軽くめですけどね。うん、ちょっとね、少しですけどね。うん、少しずつ回復してね、頑張っていきたいなと思います。皆さん応援してください ね、うん、ね、お願いしますね、うん、それまた8月にちょっとイベントでプレゼント企画がありますからね。う、ね、うん、マキさんこんばんはね、復帰ね、ありがとうございます ね、うん、無理よね、あ、了解です、ね、うん、そこだよな、ステッカー欲しいの買ってくださいじゃん。そう、うん、あ、でもなんかいい感じでちょっと運動、あの、腰が良くなってきてるね。戻ってきた、か、うん、戻ってきたっていうか、硬くなっちゃうから硬くならない、うん、歩いてるからちょっと柔らかくなってきてるのかな。そうそう、だから、うん、やっぱね、ずっと寝てると硬くなっちゃって痛くなっちゃうんだよ、すごい、うん、やっぱり少しずつ歩いてった方がいいんだね。そう、少しずつね。虫多いよね。でも今日は刺されないと思う、まだそんな暑くないから、うん、これからでね、ね、少しでもありがとうね、ごめんなさいね、うん、そう、ステッカー、あの、八十馬さんが作ってくれてますんで、ね、まあ、皆さん欲しい方は八十馬さんに、うん、ね、うん、発注を言い出してください。じゃあそうしますかね、うん、お願いします。はい、皆さんこんばんはね、ありがとうね、カフェさんね。で、今回ね、一応ね、言ってましたけど、あの、11月のイベントに参加される方は、うん、ライトをね、ブルジョジョ聞いた、すごい、今日午前中全然ダメだったんだけど、11時、もうすごかったもん。3時間、普通にザラだから混んじゃって。うん、やばいよ。病院がすげえ混んじゃっててね。ブロック痛いよ。うっ、痛そうだよね。だって、太いんでしょ？わかんない。そんなの見えないんだ。あ、見えねえか。こうやってやるから、こうやって。あ、そっかそっか。ケツを出すんですよ。ケツを出してやるから。ケツを。うん、ケツを出してね。ケツを出して。いわゆるバック状態ですよ。怖え。うん。ちょっとエロっぽくなると、バック状態から、お尻の真ん中にバッて打たれるんです。見えないと怖いよね、やっぱりね。うん、うん、そう、うん、ん、作ってない、あれ、八十馬さん担当じゃなかったっけ。あれ本当だよね、うん、詳細は八十馬さんから、うん、5枚セットで八十馬さんが作ってくれるらしい。そうなんだ、うん、はい、了解ですね。そう、予約しますよ、うん、はい、どうもね、うん、あ、手術とかだ、手術はちょっとできないな、今はな、うん、復帰できなくなっちゃって困るからな。なるべく最小限でね。うん。よかった。整形メイクさんも
いやー、針はね、そんな太くないんだ。うんうん、あ、そうなんだ。色っぽいけどいいか。バックだよ、バック。うーって。うん、ねえ。また打つ、来週もね。うん。ちょっと透明の間はね、ちょっと一週間に一回で。で、少しずつこうね、こう。うん。結構みんないるんだ。やばいよ。ほんと歩けなくなっちゃうから。ほんと痛くて、もうね、足が、もう、なんていうの、痺れちゃう。ビビーって。うん。ね、うん、ねやばい、ほんとに。なった人じゃなきゃわかんないと思うけど。でしょうね、きっと。うん、今日静かだな。静かな、やっぱ俺がいるからね、うん、俺がこう怖い。そんなことないでしょ、うん、だって警察のビビってったからね、あの話はしないけどね、うん、うん、頼むね、うん、しないけどまだね、うん、そう。じゃあちょっとバケタンやってみよう、うん、足利さんいらっしゃいと思うね、マイペースでね、ありがとうございます。じゃあちょっとお化けがいるかいないか調べましょう、うん、ね、そう。どうでしょう、これが赤くなるとお化けがいるそうです。さっき赤くなった、さっき赤くなったよね、一回ね。そう、かなりね、うん、もう今だいぶ良くなった。それって黄色っぽいな、うん、あ、今日はブルーだね。ブルー、あ、ブルー、そう、山中ブルーだね。そう、じゃあ皆さんにちょっと、うんうん、ちょっと置きますね、ちょっとごめんなさいね、うんうん、ちょっと用意しますね。何を用意するの、うん、ちょっとお待ちくださいね。いいことを用意するのかな。はい、じゃあちょっと皆さん、いいこと、ね、はい、いいですかね。はい、じゃあちょっとこれ見ててくださいね。わかりました、見てください。それ何今の、キャって言った今、キャって言った今。